フレーベル模様織のこのようなモチーフを織っていきます。まずはこの外側の部分織っていきます。このモチーフは外側と内側の部分とジョイントの部分、3つのフレーベル模様織りを組み合わせたものです。まずこの外側の部分織ります。色のついた方を上に置きます。そして三角に半分に折ります。一度開き、反対側の三角に折ります。もう一度開き、今度は四角に半分に折ります。もう一度開き、反対側の方向に四角に半分に折ります。で、開きます。そして真ん中に向けてこのように折っていきます。縦と横の線もありますので、それを目安にきれいに折ってください。残りの3箇所も同じように折ります。そしてこれをこちら側へ折り返します。この時にここについた折り筋が、折り線がまっすぐになるように折ってください。残りの3箇所も同じように折ります。そして次にこの真ん中からここの角までが弧線になるようなイメージでこのように折っていきます。指でここを押さえながら折っていくと折りやすいです。大体の位置が決まってからギュッと折ってください。こちら側も同じように、ここからここまでがこうつながるようなイメージで折っていきます。ここが随分細くなりますので注意して折ってください。残りの3箇所も同じように折っていきます。これで外側のパーツの完成です。